仮面ライダーゼロワンシャイニングアサルトホッパー、仮面ライダーバルカンアサルトウルフ。ガナマン。ねえティラミーゴ。ティラ、サンタさんに頼むクリスマスプレゼント決まった？ティラ、早く決めないともらえなくなっちゃうわよ。大変だ。え？大変だ大変だ。うるさいわね、どうしたのよ。ゼロワンさんがさらにパワーアップするんだって。なんだそんなこと。なんだそんなこと、そんなことじゃないよ。僕の大好きなゼロワンさんがパワーアップするんだよ。よかったじゃない。うん、よかった。ふっ、なに今の。ふってなに。ねえ、もう今僕これからみんなにねパワーアップしたゼロワンさんのことをお話ししなきゃいけないから、ねねちゃんとティラミーゴ帰った帰った。どうして、やだ。じゃねー、ティラ、バイバイ。ということで、改めましてみんなこんにちは。今日は仮面ライダーゼロワンのパワーアップした姿についてお話をしたいと思います。しかもね、ゼロワンだけじゃないの、バルカンもパワーアップするんだよ。はあ、ついついこの前さ、シャイニングホッパーになったばっかりなのにさらにパワーアップするなんて、もう最高。では早速行ってみましょう。まずシャイニングホッパーからさらにパワーアップしたゼロワンの姿がこちらだ。その名も仮面ライダーゼロワンシャイニングアサルトホッパー。すっごくかっこよくない？ちょこちょこ入っている青色がね、すっごいかっこいいなと思いました。胸元もさ、ゼロワンドライバーの真ん中みたいな感じになっちゃってるよね。すごいよね。で、このゼロワンシャイニングアサルトホッパーに変身するために必要なもの、それがこちら、シャイニングアサルトホッパープログライズキー。あれこれってって思いません？そうです、シャイニングホッパープログライズキーの横になんか刺さるかもって言ってたじゃない。あれあれ、あそこにこのシルバーみたいな色の、その名もアサルトグリップっていうやつをセットして、それで変身するっぽいんだよね。こういうことかって感じだよね。まあここでね、詳しくは語りません。テレビに登場するのを楽しみに待ちましょう。そして次、仮面ライダーバルカンです。バルカンがパワーアップした姿がこちら、仮面ライダーバルカンアサルトウルフ。あれ、アサルトゼロワンと同じじゃないって思いますでしょ。そうなんです。しかもデザインもね、似てるでしょ。胸元のね、丸いところ、それプラスウルフの感じなんですが、この仮面ライダーバルカンアサルトウルフに変身するために必要なプログライズキーがこちら、アサルトウルフプログライズキーです。で、こちらのアサルトウルフプログライズキー、そうです、左側にアサルトグリップついてますよ。で、実はこのアサルトグリップを使って変身したのが、さっきの仮面ライダーゼロワンシャイニングアサルトホッパーになります。なので、まあ詳しくはわからないんですけれども、先にバルカンがアサルトウルフプログライズキーをゲットして、そのグリップを貸してもらったのかな、それとももらっちゃったのかな。いやでも、フワさんがさ、いいよ秘伝の社長これあげるよなんてさ、言うはずがないよね。もうどうしようもない、やばいってなったから、もう社長さん頼むみたいな感じで貸してあげた感じかな。で、使い終わったらさ、返してくれよとか言いそうじゃない？勝手な想像だけどさ。まあそんな感じで、仮面ライダーゼロワン、仮面ライダーバルカン、この二人がアサルトっていう風な名前がね、追加されて強くなります。いやー楽しみですね。早く見たい。ちなみにこちらのアサルトグリップ発売されます。まずはデラックスアサルトウルフプログライズキーとして12月7日7日にね発売されます。で、同じく12月7日にですね、デラックスアサルトグリップということで、グリップだけで売られます。グリップだけの場合はすっごい安いです。税抜き400円ということになっております。アサルトウルフプログライズキーは2500円っていう感じですね。だからシャイニングホッパープログライズキー持ってて、アサルトウルフに別にならなくていいよっていう人は、デラックスアサルトグリップだけ買えばいいのかななんて思います。
それにしてもシャイニングホッパープログラズキーの横ね、どんななるかって気になってたけど、これで解決。早く遊びたいよね。12月7日まで待とうと思います。いやー、それにしても仮面ライダーバルカン初めてかっこいいなって思いました。正直シューティングウルフもあんまり好きじゃなかったし、パンチングコングはおいおいって感じの見た目だったので、アサルトウルフは初めてバルカンで、いやかっこいいなって思った見た目だなって今思いました。あ、そうそう、12月7日に発売されるおもちゃといたしまして、じゃじゃん、こちらのデラックスオーソライズバスターっていう武器が発売になります。これもね、気になった方いましたらぜひゲットしてみてくださいってな感じで、今日は仮面ライダー01のパワーアップした姿、そして仮面ライダーバルカンのパワーアップした姿についてお話しさせていただきました。どちらもね、変身アイテム12月7日発売となっております。ではでは、今日も最後まで見てくれてどうもありがとう。この動画もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ディラキラミゴ、遊ぼう。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録はこの四角いボタンを押すか、このこぶたさんのマークを押してね。コドモスは他にも楽しい動画がたくさんあるのよ。みんな見てね。